アシュリー・サイモン・ヤングは、イギリスハートフォードシャー州、スティーブニッジ出身のサッカー選手。プレミアリーグ、アストンビラ FC 所属。ポジションは、ディフェンダー、ミッドフィールダー、フォワード。弟のルイス・ヤングもクローリータウン FC に所属する、サッカー選手である。2000年から所属した、ワトフォードのアカデミーでは目立った活躍こそできなかった、ものの、選手としての実力の研鑽に励んだ結果が評価され、最終的には、同クラブからプロ契約を提示されるに至った。トップチームへのデビューを果たしたのはレイ・レウィングトンが指揮を取っていた2003年9月のミルウォール FC 戦であり、途中出場ながらゴールを決めた。デビューシーズンは5試合に出場し、途中出場したすべての試合でゴールした結果合計で3ゴールを挙げ、リーグカップの試合では初の先発出場を果たした。翌シーズンはチャンピオンシップの試合に34試合出場し、得点こそ挙げられなかったもののいくつかのアシストを記録した。シーズン終了後には、クラブの最優秀若手選手に選出され、このシーズンはヤングにとって飛躍の1年となった。エーディ・ブースロイド政権下の2005から06シーズンには、フォワードとして起用され、リーグ戦41試合にスタメン出場し、公式戦で15得点を決めた。プレーオフ準決勝のクリスタルパレス戦でもゴールを挙げる活躍を見せ、決勝ではリーズユナイテッドを3-0で下し、クラブのプレミアリーグ昇格に貢献した。2006-07シーズンには、フラム FC 戦での終了間際のロングシュートを含め3ゴールを決めた。冬の移籍期間に3クラブから500万ポンドでの獲得のオファーが届いたが、ワトフォードはすべて拒否した。またあるクラブからはワトフォードに700万ポンドでのオファーが提示されたものの、これもワトフォード側が拒否している。ウエストハムユナイテッド FC からは1000万ポンド近くの移籍金でのオファーが届いたが、ヤング自身が移籍することを拒み、リーグの残留争いとは無縁のクラブからのオファーを待つことになった。アストンビラ時代のヤング2007年1月18日、クラブ記録となる800万ポンドのオファーを受け入れ、ワトフォードはアストンビラ FC の監督であるマーティン・オニールやクラブ関係者がヤングと直接交渉を行うことを許可した。2日後にオニールはヤングがクラブに加入することを確認した。1月21日にメディカルチェックをパスし、同月23日に契約を結んだ。アストンビラでのデビュー戦となった同月31日のニューカッスルユナイテッド FC 戦には1-3で敗戦したものの、ヤング自身はゴールを決めた。2007-08シーズンには、数試合で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれる活躍を見せ、イングランド代表にも選出された。2008年4月20日のバーミンガムシティ FC 戦では、2ゴール、2アシストの活躍をし、インタートトカップのオーデンセ BK 戦でもゴールを決め、クラブの UEFA カップの出場権獲得に貢献した。プレミアリーグの2007-08シーズンの、アシストランキングでは、セスク・ファブレガスの20アシストに次いで17アシストを記録した。リーグのベスト11にも選出され、フィールドプレイヤーでは唯一、当時ビッグ4と呼ばれた、マンチェスター・ユナイテッド、アーセナル FC、チェルシー FC、リバプール FC の4クラブ以外からの選出となった。2008年10月10日、ヤングは月間最優秀選手賞を受賞した。同年4月にも、同賞を受賞しており、クリスティアーノ・ロナウド、ウェイン・ルーニー、スティーブン・ジェラードらに並び同賞を複数回受賞した選手となった。3-2で勝利した2008年12月7日のエバートン FC 戦では2ゴールを挙げ、そのうちの1ゴールはインジュリータイムに決めた決勝ゴールであり、試合後の記者会見では監督のオニールをして、ワールドクラスの選手であると言わしめた。2008年11月4日に2012年までの契約延長にサインした。2009年12月には、オニールと共に、月間最優秀監督賞、選手賞をそれぞれ受賞し、ヤングは3度プレミアリーグの月間最優秀選手に選ばれた初めての選手となった。2009年1月19日のサンダーランド戦では、ディーン・ホワイトヘッドに2度ファウルし退場処分を受けた。ヤングは、スティーブン・アイルランド、アーロン・レノン、ガブリエル・アグボン・ラホールらを抑え、PFA の年間最優秀若手選手に選ばれた。数週間にわたって移籍に関する報道がなされたが、2011年6月22日、ヤングはメディカルチェックを受けるためにマンチェスターへ移動し、翌日にマンチェスターユナイテッド FC と5年間の契約を結んだ。同じサイドハーフのポジションでは、アントニオ・バレンシアとナニとポジション争いをし、2012から13シーズンには、マンチェスターユナイテッドのリーグ優勝に貢献した。2017から2018シーズンからは、左サイドバックにコンバートされ、好調を維持し、クラブとの契約を2019年まで延長した。2018から19シーズンは、バレンシアが怪我を負ったこともあり右サイドバックとして、プレーした。2019年4月16日に UEFA、チャンピオンズリーグの FC、バルセロナ戦を0-4で落として敗退したことを契機にサポーターから人種差別を受けた。2019から20シーズンにユナイテッドの新キャプテンに就任した。しかしサイドバックのポジションは控えに格下げになり、2020年1月にはインテルミラノからの関心も報じられた。2020年1月17日、インテルナツィオナーレミラノと2019の20シーズン終了までの契約を締結したことが発表された。デビュー戦となったカリアリ戦でいきなりラウタロ・マルティネスのゴールをアシストした。2月16日、ラツィオ戦で移籍後初ゴールを決めるも、その後逆転を許し2-1で敗れた。リーグ最終節のアタランタ戦でもゴールを決めるなど、リーグ戦4ゴールを挙げ、チームリーグ戦の2確保に貢献した。2021年6月18日、アストンビラ FC と1年契約を締結したことが発表された。スティーブ・マクラーレン監督により、ユーロ2008予選のロシア代表、イスラエル代表戦に臨むメンバーに選ばれ、ユーロ2008予選のエストニア代表、ロシア代表戦のメンバーにも選出された。A 代表デビューとなったのは、2007年11月16日のオーストラリア代表との親善試合であり、後半から出場した。2011年2月10日のデンマークとの親善試合で決勝点となる代表初ゴールを挙げた。同年9月6日の UEFA ユーロ2012予選のウェールズ戦でも決勝点を挙げた。2018FIFA ワールドカップロシア大会では、イングランドのベスト4入りに貢献した。ハートフォードシャーのスティーブ・ニッジにて、ジャマイカ出身の父ルーサーとイングランド人の母シャロンの間に4人兄弟の次男として生まれた。兄のマーティンは現在はサッカー選手ではないが、過去にプロを目指していた時期があった。一方三男のルイス・ヤングは2008年に兄アシュリーと同じくワトフォード FC のアカデミーから、トップチームへと昇格した後、いくつかのクラブを経て、現在は、クローリータウン FC でフォワード、または右、ウインガーとしてプレーしている。4男のカイルは、プロ選手を2009年4月まで、アーセナル FC のアカデミーに所属していた。三男のルイス曰く、アシュリーは、サッカー選手として成功した後も、弟の成功のために親身になって、アドバイスをしているとのことである。学生時代から付き合っていたパートナーであるニッキー・パイクとの間には2人の子供、長男のタイラーと長女のエリアーナが生まれている。2011年、アシュリーとニッキーはハートフォードシャーの5つ星ホテルであるザグローブ・ワトフォードにて20万ポンドの予算で挙式を計画していたが、式本番の2日前にアシュリーが式をキャンセルし、結婚の話は白紙に戻った。その後、2015年6月20日、アシュリーとニッキーの2人は、正式に結婚し、バッキンガムシャーのストークパレスホテルで挙式した。この結婚式は、身内とごく親しい友人だけで行われており、サッカー関係者では、元サッカー選手のファブリス・ムアンバ、スティリアン・ペトロフのみが参加したアシェリーは5歳の頃からサッカーに熱中し、兄弟と共にサッカー遊びに明け暮れた。10歳の時にアシュリーがボールで白鳥の装飾品を壊してしまったために、家の中でボール遊びを禁止されるまでは、家の中でもサッカーをしていたほか、少年時代は、日が沈んで、ボールがほとんど見えなくなる時間帯まで公園でのサッカーに打ち込んでいた。スティーブニッジが大ロンドンの北に位置していることもあり、両親は、北ロンドンに本拠地を有するトッテナムホットスパー FC、兄弟はそのライバルチームであるアーセナル FC と、親子でそれぞれ相手期待するチームのサポーターとなった。ヤングは1990年代のアーセナル FC で活躍したイアン・ライトに憧れ、寝室にもイアン・ライトのポスターを貼るなどしていた。反レイシズムに2009年にヤングは競技サッカー、教育機関、地域社会におけるレイシズム及び差別の撲滅を訴える団体として知られる。キックイットアウトのアンバサダーに就任した。団体が開催したイベントでのインタビュー中、ヤングは12歳の頃に少年サッカーの試合で他チームの選手から人種差別を受けた過去を告白した。ヤングは団体の活動に参加した理由について、差別の状況はマシになってはきている。だけど、もし自分が受けたような差別を他の小さな子供たちが経験しなくて、済むように何かができたらと思っているし、幸いなことに、僕にはできることがある。成功した人生を歩むための見本が必要だし、それが僕がこの団体に加わった理由だよ、と語っている。エボラ出血熱撲滅運動2014年の西アフリカエボラ出血熱流行を受け、西アフリカのシエラレオネ出身で2014年当時、チェルシー FC からバーンリー FC へとレンタルされていたナサニエル・チャロバーはエボラ出血熱にかかった西アフリカのストリートチルドレンを救うためのチャリティーを開始した。チャロバーはロンドンに事務所を構えるチャリティー団体であるストリートチャイルドの協力を得て基金設立を目的とした募金への協力を呼びかけるキックエボラアウトというキャンペーンを始めた。このキャンペーンは募金への参加を呼びかける動画を SNS に投稿する形態のもので、動画に登場する投稿者がサッカーボールを用いたリフティング等のテクニックをカメラの前で披露し、かつ次に同様の動画を投稿する友人を指名するルールで行われた。チャロバーはキャンペーンの始まりとなった自身の投稿で数人のサッカー選手を次の投稿者として指名したが、このうち当時、ハルシティ FC のキャプテンを務めていたカーティス・デイビスが投稿を承諾した。公開された動画の中では、ヤングも指名され、ヤングは12月14日に Facebook 上で動画を公開した。動画は18万回再生されるなど反響を呼び、キャンペーンの拡大につながった。スティーブ・ニッジのザ・ジョン・ヘンリー・ニューマンスクールの同期生に F1 ドライバーのルイス・ハミルトンがおり、同じチームでサッカーをしていたことがある。2015年8月8日現在、チャンピオンシッププレーオフ及び FA コミュニティシールド。ありがとうございます。